はい、こんにちは、ズボーデです。今日はディズニーシーに向かっております。エクスピアリ言えた？言え、合ってる、珍しく合ってる、珍しく今日はですね、ミッキー90周年デビューのグッズが発売されるということで買いに来てますということで、ディズニーシーにレッツゴー。やお願いします。今何時だ、8時半で、あれ今日8時半オープンだよね、8時半でこんなぐらいですね。ディズニーシーインしました。エンポーリオに向かいます。ねえ、これどうなんだろうね。エンポーリオ、こっちだ。なんか人は少なそうね、そんなにあれだね。さあ、90周年グッズを見に行きましょう。あー、意外。お、なさそう。なさそうですね。蝶ネクタイと、ああこんな感じですね。おお、うん、結構大きい。そんなもんなんだろうね。じゃらん、ぬいぐるみバッチ、かわいい。これ欲しい。これかわいい。あ、クッション、クッション。これいいんじゃない。よく笑ってますね。うん。とクッション。あ、気持ちいい。やっかい。あ、本当だ。かわいいな。思ったより柔らかかった。ね。あれだね。ラッキーのオーディオの製造感。あ、確かに。ちょっとツルツルした素材だね。いいね。確かに。スマホケース可愛いっちゃ可愛いんだけど、ね、スマホケース可愛いよね。ね、ありだよ、ね、ありだよね、うん、サブカメラ用に可愛い、可愛い。店内はそんなに混んでないですね。どうかな、スマホケース買おうかな。あとポストカードか、うん、あれに入らなそう。入らなそう。飾っとく分にはいいかもしれない。ステッカーとナノブロック。ナノブロックね。あと缶バッジか。で、これがマグネットね。うん。あ、これさ、どのくらい？ちょっと大きいね。ちょっと大きいね。あ、こんな感じか。がいいよね。結構重要。内側にポケットは？あ、ある。ある。内ポケットもしっかりある。結構入りそう。うん。いいじゃん。トレ可愛い。
ステンレスボトル。結局全部買ってない？全部買ってない。はい、ということで無事に90周年グッズ買うことができました。欲しい方はぜひお早めに手に入れてみてください。ではまた動画更新します。バイバーイ。